ガンダムエボリューションサービス終了のお知らせ。サービス開始から約1年、まさに1年戦争。そしてこの発表の後、ゼータガンダムとケンプファーの追加が発表されました。遅い、皆さん、ついにこの時が来てしまいました。ガンダムエボリューションサービス終了のお知らせというわけで、このゲームがリリースされてから、3歳からね、ガンオタの僕はオタク実況したり、コスプレ実況したり、あとガンエボの地上波のテレビ番組にも出演しましたけど、1年で終わってしまいました。本当に1年戦争です。今になってゼータガンダム追加と、もう純粋にまず悲しいですよ。やっぱ好きなゲームが終わるっていうのはすごく悲しいですし、まあ今日はね、なぜガンエボが終わったのかっていう、その僕が思うその原因をね、何個か挙げていきたいと思います。でまずね、根本的に、まあ皆さん最近気づき始めてるかもしれませんが、もう無料ゲームだからといって流行ったりとか人が集まるというわけじゃなくなってきましたよね。まあ最近シューティングで言うとエペモバとかもサービスが終了して、やっぱり昔と違ってもうゲーム人口ももうなんだろう、限界まで増えてて、無料ゲーを出したからといってその新規のユーザーが入ってくるわけじゃないんですよ。他のゲーム人口から引っ張ってこないといけないんですよね。これがかなり難しいですよね。皆さんも今プレイしてるゲームからなかなか離れて次のゲームに行くってことはなかなかしないじゃないですか。で無料ゲームのそのデメリット、問題点っていうのは、やっぱりユーザーが継続的にいて課金をしてくれないと運営もできないし、そもそも開発費の回収もできないんですよね。だからもうサービス終了に行くしかないんですよ。で有料ゲームだったら、ね、一度こうね、買ってくれれば開発費のそのお金は回収できたりするわけなんですけど、まあ無料の場合はね、本当ユーザーがいないとガイアボとかエペモバみたいになっちゃうよっていう感じですね。というような最近のこう無料ゲームの背景もありますと。でこれからはまあまず僕が思うガエボのダメだったところを挙げていきたいと思います。まあ5個ぐらい、あもっといくかもしれないけど、ガエボがリリースされた時はまあすごく楽しかったですよ。あもうやっぱずっと FPS をやってたし、でガンダムも好きだったから、まさに自分の好きなものが合体したようなゲーム、本当夢のようなゲームでした。ただガエボの失敗1つ目、なぜか PC 版を先行リリースしたことですね。コンソール、しかもコンソールの方がね、ガンダムユーザーは多くいますし、なんでコンソールと PC を同時にリリースしなかったのか、まああのね、某、まあ、オーバーウォッチと被らないようにっていうのがあったのかもしれないですけど、絶対同時に出すべきでしたよね。遅れてもいいから。二つ目はクロスプレイがないことですよね。もう最近のこう世界のゲームはもうクロスプレイがデフォルトなのに、クロスプレイがないんですよ。まあ、エイムアシスト問題とかもあるので、こう、コールオブデューティーみたいに、こう、クロスプレイを選択できるようにするとか、クロスプレイのオンオフね、やり方はいくらでもあったと思うんですけど、まあ、そもそもクロスプレイ自体がない。まあ、もう技術がないのか、それともやりたくないのかはどっちなのかわかりませんが、でも最近の日本のゲーム、クロスプレイがね、ないことが多いので、もう、日本のゲームだともう技術がそもそもないのかなっていう気はします。3つ目はまあバグ修正系ですね。あのエラー落ち問題、現在でも僕エラー落ちしまくります。通信エラー起きます。発売当初から治ってないんですよ。でこれはね、なんか回線の相性によってその通信エラーが起きる人起きない人っているみたいなんだけど、僕はねもう一生起きるの。ただ他のゲームでは一切こういうことがないんですよね。他のゲームでもエラー落ちいっぱいあったら僕のね回線の問題っていうのはわかるんだけど、ガンエボだけだから、まあさすがにゲームのせいだと思うんですよね。でこういうバグ改善も結局されなかったし、あとフレームレートは PC 版 120fps とか、まあこれも技術がないのかどうなのか。次に4つ目ですね。ここからゲーム内容の話になってきます。まあ、期待のチョイス。人気期待を出さなかったことですね。まあもちろんそのゲームのバランスを取るためっていうのもあるので、まあ人気期待とか主人公期待ばっかりだと、まあ他のガンダムゲームみたいなお祭り状態というか、後半から追加される期待も不人気期待ばっかになってしまうので、もちろんバランスっていうのは大事だと思うんですけど、あまりにマニアックすぎる期待チョイスで、人気期待が全然来ないっていう。来る前に終わっちゃったっていう。で、ゼータガンダムね、人気期待のゼータガンダム、やっと来たと思ったらもうサービス終了決まってますからね。遅い。遅すぎる。シード系もないし、ドムトルーパーだけか。最後の原因は、まあ、これも
サービス終了するから言っちゃうんだけど、もうオーバーウォッチを丸パクリしたことですね。丸パクリしたことによって、そのオーバーウォッチユーザーも取り入れられるじゃなくて、オーバーウォッチと競争するような形になってしまった。まあこれもう言ってしまえば、楽してゲーム作った罰だと思うんですよ。ね。やっぱりこう、オリジナリティのある FPS を作って、このゲーム、ガンエボでしか体験できない FPS にすればよかったんですけど、下手にパクリすぎちゃったことで、まあ半分自滅のような形になったような気がします。そもそもやっぱパクったのは間違いだった。で、せめてパクるなら、ルールを変えるとか、基本の体力システム、スキルシステムは似てても、ゲームルールとかが全然違うもの、だったりね、すればまだ差別化みたいなのはできたと思うんですけどね。だからね、そのガンダムと FPS の相性が悪かった、もう、ガンダムで FPS は売れないんだってならないでほしいんですよ。いや、それ以前にもっとやるべきというか改善すべき点が腐るほどあるから。そうですね、僕だったらそのガンダムの FPS って想像した時にやっぱりこう一人称視点になるので機体が見えないじゃないですか。だからもっとこうコックピットに乗ってるかのような臨場感が味わえるというか、パイロットになりきれるような FPS 視点にしたいなっていう感じはありますよね。でってなると、こうちょっとリアリティのある中世紀系に絞るとかね、世界観を。以上がまあ僕が思うことですかね。まあ皆さんもういろんな意見があると思いますよ。いっぱい出てくると思いますけど。多分全部当てはまってます。そのね、サービスが終わってしまう原因としては。もうでもやっぱりその根本的な原因としては、今のこの無料ゲームというか、もうゲームがいっぱいあって、もうゲーム人口もね、ゲームをする人っていうのが、なんかもう上限値まで行ってる気がするんですよね。なかなかこっから増えないとは思うので、やっぱり、別のゲームから人口が移ってこないと、もう新しいゲームの人口が成り立たないっていうね、状態。だからすごく難しいと思います、本当に。下手に無料ゲームにしても人が来ないし、運営、あのね、課金してもらえないから、ね、サービス終了するしかないっていう。ってなると、やっぱ超大手のゲーム会社以外は有料ゲームで出すしかないしね。でも逆に有料ゲームだと買ってもらえなかったりするし。本当に難しい時代になりましたね。まあだからその最近はそのマイクロソフトのゲームパスとか、やっぱりゲームをサブスクの方に行ってるのかなって思います。音楽とかも昔はさ CD 買ったりとかでしたけど、今はもうサブスクですよね。Spotify とか。サブスクして音楽を聴くっていうのが一般化してるので、なんかゲームもそういう方向に行くんじゃないかなと僕は思ってます。はい。なんかいろいろ話が広がりすぎたかもしれませんが、今日はね、さすがにこう、ガンエボ実況する気には起きないので、まあ最後まで見届けて、ゼータガンダムとか来たら、まあ動画は撮ろうかなと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。バイバイ。